アナで、面倒さでラセルダは、スペインの貴族。メリト伯爵夫人、パストラナ公爵夫人。エーボリビメの名で知られた。フエンテスで生まれ、王太子、フェリペの推薦により、12歳で、ルイゴメスデ・シルバと結婚。夫は、エーボリ公であり、大臣だった。アナはフェンシングで右目を失っていたが、スペインで最も美しい女性の一人で、 才能にあふれた女性であると考えられていた。旧死を設けた夫とは1573年に死別し、アナは修道院に入った。3年後、アナは宮廷に戻って、王の時間アントニオ・ペレスと密かに手を結んだ。二人は国家を欺いたとして告発され、アナは1579年に逮捕された。アナは解放されないまま、1592年に、 生まれ故郷に近いパストラナで死んだ。同名の娘アナは、第七代メディナシドニア公、アロンソ・ペレス・デ・グスマンの妻となった。シラーの書いた儀曲、ドン・カルロス、ベルディのオペラ、ドン・カルロに登場するウェイボリ・ビメは、アナを下敷きにして作られたキャラクターである。1955年にはアナを主人公とした映画、ザット・レディーが、スペイン・イギリス合作で制作された。 2010年には、スペインのテレビドラマ、ラ・プリンセッサデ・エイブリーが放映されているが、このドラマにおいては、史実と異なり左目に眼帯をつけている。またカワスオ・マスミの、サラディナーサでも、エボリの姫と呼ばれて登場し、主人公サラディナーサの、シチレオン・エウゼビオにより、フェリペ2世の愛人ということで憎悪と無別を、ぶつけられながらも彼を心から愛し、サラディナーサが軟禁された際も、 彼女を逃がした。ありがとうございます。